かいのこれ。うわぁ、うわぁ、綺麗じゃない。いい匂いがしたよ、うん、いい、うん、甘い、うん。わあ、着いた。わあ、寒っ。足寒いの？ね、冬用の格好でさ、ちょうどよかったよ。
おお、食べた食べた、こんなやつも食べた。
11時25分頃の九州地方で強い地震が起きました。南阿蘇村上空です。あ、崩れる崩れる崩れる。これさ、出たらどうやって戻すの？
からは私が熊本城について簡単にご説明いたします。築城時の姿を残しながら近代兵器の攻撃に揺るがなかった城、それが熊本城です。築城したのは戦国大名加藤清正、天下人豊臣秀吉の中心で秀吉の後継者である秀頼をいざという時にかくまうために築城したと言われています。これを裏付けるように熊本城には清正独自の高石垣や複雑な地下通路、秘密の抜け穴と言われる石門まで作られました。そして完成から2世紀半以上の時を経た明治10年、熊本城は真の力を見せつけます。それは西郷隆盛率いる薩軍と明治新政府軍で戦った西南戦争の時でした。この時熊本城を包囲する薩軍1万3000に対し、籠城する新政府軍は約3500、薩軍は3日間にわたる一斉攻撃を仕掛けましたが、熊本城はびくともしませんでした。特に薩軍を苦しめたのは高さ20メートルにも達する高石垣です。下は緩やかにカーブしながら、最上部はほぼ垂直になる清正オリジナルの積み方で、武者返しとも呼ばれています。薩軍はこの石垣に阻まれて、ただの一人も城内に侵入できなかったと言われています。戦国時代の城が近代兵器の攻撃を跳ね返し、難攻不落の現状であるということを名実ともに実証した瞬間でした。その後、薩軍は兵糧攻めに作戦を変更しますが、新政府軍が次々と送り込んだ援軍によって、52日後に熊本城の包囲は解かれます。西郷は引き際にこう言い残したと言います。新政府軍に負けたのではない、清正公に負けたのだ。なぜ加藤清正はこれほどまでに完成された堅固な城を作れたのでしょうか。それは朝鮮出兵時に中国朝鮮軍に城を取り囲まれたことがあり、その時の教訓が熊本城に生かされていると言われています。なお天守閣は原因不明の出火により焼失し、現在残るものは1960年に再建されています。どこまで下は続いてんだろう。
Love that we'll never need to hide. Love will always rise above. Whatever comes, we will be just fine. If I am yours and you are mine, take my hand and let's fly away to another galaxy. Every place I want to feel your love. Together we are free. Just be with me. Just be with me. Just be with me. Now we're one with the sun over our heads, and at night we'll be the stars. We can go any place that we want to. I don't care if that's too far. Take my hand and let's fly away to another galaxy. Hold me close, I want to feel your love. Together we are free. Just be with me.
あ、はめてくの。そう、これは色が合わないとこうだ。おクロサマラーメン、うん、人気ナンバーワン。はい、食べます。